強烈な KO 勝ちをした井村選手、そしてマイクが少し控えめな、ね、井村選手、おめでとうございます。どうですか、今、ランカー対決を、制して、今のお気持ちをお聞かせください。まあ今、勝ててほっとしてますね、本当に。ちょっと結構プレッシャーあったんで、本戦一発目、しかも結構、一番下で平岡選手、6位の選手、はい、結構、これ、勝たなきゃだめだってことで、結構プレッシャーあって。全然寝れなかった。それは試合前のそのプランというか気持ち的にはどんな感じだったんですか。プランというか、まあ最初打撃混ぜながらタックル行ったり、1ラウンドもうごちゃごちゃにやったろうと思って、逆にで混ぜてったらいいの当たってくれて、最後は勝てたかな。途中ちょっとペース握られそうなところもあって、そういう時はどんな感じで考えてますか。まあペース握れたら、まあそのままコツコツやっていこうか。ちょっと平岡選手が少しこう打撃ちょっと当てたりとかして、ペース少しこう取りそうな展開もありました、ね。最初はやられてもいいんで、まあ隙見ながら自分の攻撃を当てていくって感じでしたね、最初は。我慢強くやられてもいい。かっこいい、かっこいい。いいです。そしたらもう今ランキング、6位の平岡選手に勝ったんですよ。ランキング6、そうですね、平岡選手6位から。そしたらもうだんだん上が見えてきて、まあ今1位から3位まで今雷神出ちゃってるんで、4位の外人の選手も今絶対来れないと思うんで、このままチャンピオンになってもいいかなと思います。いいですね。暫定でもいいんでやらせてほしいなと思ってます。じゃあもう今後のその望むストーリーとしては、まずしっかりパンクラスでチャンピオンになるってことが、暫定でもいいでチャンピオンになるってことが今目標です。いや、いいですね。でもこっちのインタビューだと結構話してくれるんで、ありがとうございます。今後期待してますので。ありがとうございます。ちょっと本当におめでとうございました。ありがとうございました。